はい、今回はこちらの G63 マンソリーをご紹介させていただきます。こちらは2020オートサロンで展示させていただいた車にもなります。オートサロンの動画で簡単にご説明させていただいたんですけれども、今回はより詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまずこちら、マンソリーの外装パーツをすべて組み込んだ外装のコンプリートカーになります。それに加えて、カスタマイズもプラスアルファで施されている車両になります。まず外観から見ていきたいと思うんですけれども、まずマンソリーのエアロパーツはすべてドライカーボン製になります。なので非常に強度もあって軽量なのが特徴です。でまずこちらのバンパー、G63 の SUV らしいバンパーから、非常にスポーティーでスタイリッシュなバンパーになっています。で特徴的なのはこのフォグがないデザインですね。でフォグありも設定がございます。で今回はこちらのフォグなしで、取り付けさせていただきました。でこちらの、左右のダクト部分と下の部分は、カーボンの折り目が、残されたデザインになっています。でカーボンの折り目も中心に向かう綾織りの、カーボンが使用されています。で当然、フロントの PDC、パークセンサーなんかも、純正のものが、活かして取り付けされています。グリルなんかはツヤありのメッシュになっています。で当然純正のこの牽引のこのフックですねが使用できるように、この部分は取り外しができるようになっています。ちょうどこのここで切り込みがある感じですね。あとフロント周りでいくと、純正のこの、メルセデス・ベンツの、3ポイントスターのオーナメントが、マンソリーのロゴに変更されています。でそのロゴの脇には、通常だと AMG のバッジがつく部分ですねが、マンソリーのバッジに変更されています。でなおかつこれが、キー連動でイルミネーションが点灯するようになっています。であと続いてボンネットですね。ボンネットはこちら交換タイプになります。プレスラインの入った立体的なデザインが特徴です。でこちらも、ダミーのダクトになっています。左右のダクトは別パーツの構成になっています。で当然ボンネットの、カーボンの折り目も中心に向かって、折り目がなされるようになっています。続いて横に回ってフェンダーですね。フェンダーはこちらワイドボディキットになりますので、純正よりもワイドなフェンダーに交換されています。で当然バンパーもワイドフェンダー用になっていますので、ここのつながりも自然な流れになっています。でこちらのフェンダー特徴的なのは、後ろ側に大きなダクトがつきます。こちらもカーボンの目を生かしたダクトになっています。で中には同じようにダミーのメッシュが装着されています。でフェンダーのこちらですねは、AMG からマンソリーのバッジに交換されています。でこちらのフェンダーから続いたこのステップのこの部分ですね、こちらはドアの開閉に連動するイルミネーションが、装着されています。でステップも、車のイメージに合わせて、グロスブラックで展示されています。でさらにこちら今回、ドアノブ、純正の樹脂むき出しの状態から、ブラックに展示されています。でさらに、ミラーの付け根も同様に樹脂パーツを、ブラックにペイントしてあります。当然リアフェンダーも、フロントのフェンダーとつながりのある、ダクトのついたデザインになっています。で同様に、ワイドなフェンダーになっています。でこちら純正の片側2本出しから左右1本ずつの、マフラーになっています。続いて足回りご紹介させていただきます。足回りはダウンスプリングで、ロードダウンが施されています。で組み合わせるタイヤホイールはマンソリーの単造ホイール24インチになります。タイヤはベルデステインの295-3024が4本通しで装着されています。ブレーキはマンソリーのロゴを入れてブラックにペイントされています。Cピラーもグロスブラックにペイントされています。ドアハンドルもグロスブラックにペイントされています。ルーフにはこちらもマンソリーのパーツですね。こちらもカーボンの目を生かした小ぶりのものになっています。テールランプはスモークペイントがされてボディとの一体感が高められています。リアバンパーもフロント同様非常にスポーティーなデザインになっています。スペアタイヤは取り外してスムージング加工を行い背面タイヤレスになっています。 AMG G63 マンソリーをご紹介させていただきました。ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。